羽生譲る、激突のトラウマを克服し、輝く、グランプリファイナルへの挑戦。羽生譲る選手が、激突によるトラウマとの戦いから立ち直り、再び輝きを放っています。11月28日の NHK 杯、ショートプログラムでのジャンプミスによる挫折を経て、羽生選手は中国杯の好遺症として、体だけでなく、心にも大きな影響を受けました。しかし、彼の強い意志とメンタル面への取り組みによって、 逆境を乗り越え、グランプリファイナルへの挑戦を果たしました。ハブ選手は、激突した瞬間に感じた恐怖が彼の心に深く刻まれ、次の大会以降トラウマとして競技に影響を及ぼす可能性があるという指摘を受けました。そのため、彼の実母はハブ選手のメンタル面をしっかりとサポートするよう依頼されました。ハブ選手は精神力が強いことで知られていますが、 それでも彼は激突のトラウマを克服するために積極的に瞑想や深呼吸などで心を落ち着かせる努力を重ねてきました。彼にとって演技中の集中力の向上がトラウマ克服の鍵であり、日々のトレーニングにおいて特にその点に重点を置いて取り組んでいました。激突のトラウマが彼にどれほどの影響を与えたかは明かり知れませんが、彼の競技中のジャンプ失敗がそのトラウマと直結していたという指摘もあります。 しかし、12日開幕のグランプリファイナルでは、ハブ選手は心身ともに回復し、自信に満ちた笑顔を見せています。逆境を克服し、トラウマと戦いながらも、ハブ選手は再び最高のパフォーマンスを披露することができるのでしょう。競技者としてだけでなく、人間としても成長を遂げるハブ選手の姿勢は多くのファンに感銘を与えることでしょう。 挫折特許を乗り越え、精神的な障壁を打破して目指す目標に向かう彼の姿は、多くの人に勇気と希望を与えるでしょう。ハブ選手はこれまでにも数々の困難に直面し、それらを乗り越えてきました。彼の強靭なメンタルと、挑戦をためらわない姿勢は、彼のファンだけでなく、スポーツ界全体にインスピレーションを与えています。これからもハブ選手の成長と活躍に目が離せません。羽生結弦選手は、 自らの弱さと向き合い、それを乗り越えるために努力してきました。その姿勢は賞賛に値し、彼がさらなる高みを目指す道の途中で、彼の真の魅力を見つけることができるかもしれません。競技者としての成功に加えて、彼の人間性とメンタル名誉の取り組みは、彼のファンや多くの人々にとって永遠のインスピレーションとなるでしょう。ハブ選手の物語は、まだ終わりではありません。 彼の人間的な成長と競技者としての輝かしいキャリアは、これからも世界中の多くの人々を引きつけることでしょう。挫折と困難にもかかわらず、ハブ選手は決して諦めず、常に前進し続ける姿勢で未来に向かって進んでいくでしょう。